丁寧区は札幌市の行政区。アイヌ語の丁寧にた、もしくは丁寧からとされ、いずれも開拓以前の停止地の様子を表したものと考えられる。札幌市の北西部に位置しており、区域は東西 10.9km、南北 9.4km ある。西区とはテイ山から新川にかけて、南区とはテイ連山の尾根、小樽市とは、 西部から北東部にかけて、石狩市とは北東部で接している。手稲山を源として、ガル川、サンタル別川、中野川、星沖川などの河川が市街地を流れている。手稲区の市街地は気温が下がりにくい、沿岸部に位置しているが、手稲山口に設置しているアメダスでは、冬季の最低気温は札幌の中心部よりは低く。 近年でも低く、摂氏20度前後まで下がることがある。2003年1月15日の札幌気象台の最低気温が低く、摂氏14.8度の時に、手稲山口の最低気温は低く、摂氏20.4度であった。また、海岸付近は札幌の中心部より、風が強くなっており、風力発電の建設が計画されたこともあった。年表で見る。 テイネク参照平成19年度から古くは運河でつながっていた小樽市、石狩市との連携事業に取り組み、相互交流を図っている。医療機関名簿参照テイネ駅南口星沖駅、北口区内には JR 北海道の札幌運転所がある。北海道新幹線の札幌駅延伸時には区内を札尊トンネルが通る予定である。かつては札幌市交通局が バス路線を運行していたが、段階的に民間事業者に路線を移乗し、2004年に廃止となった。札幌市内の文化財参照店山口は砂地が多く農業不毛の地とされてきたが、砂地は津ものの栽培に適しており、水はけが良い上についた地の地面の温度差が大きい、ために糖度の高い札幌スイカを生産することができた。また、 スイカの栽培技術を生かした例外に強いカボチャ、大浜宮も生産している。五十音順。ありがとうございます。